皆さん、無事ですか？はい、なんとか。トンネルの向こうに出てこれましたね。ん？ねえ、みんな、あれ見て。あの風緑が乗ってる炭焼き小屋って、写真集の別のページに載ってなかった？あ、ほんとだ！あの錆びれた感じ、同じだよ。それに、あの睡蓮の浮いた池、あれも写真集に載ってたよ。写真集に載っていた風景が密集している。ということは、この近くに目的のひまわり畑があるのかもしれませんね。やったー！もうすぐあの風景が見られるのね。トンネルに入ることになった時はどうなるかと思ったけど、手がかりが見つかってよかった。ってことは、ココロちゃんがトンネルに飛び込んでくれたおかげだね。確かに、鶴巻さんがいなかったら誰もトンネルに入ろうとはしなかったと思いますけど。それに、トンネルの中も見れて私は嬉しかったな。うん、暗闇でのパンの美味しさも分かったしね。じゃあこの辺りでそろそろお昼ご飯にしよっか。みんなお腹空いてきた頃じゃない？賛成。じゃあ、あのちょっと開けた場所でお昼ご飯タイムにしよう。モカ、ここに来てずっとパン食べてるのにまだお腹空いてるの？モカちゃんのお腹は異次元だからね。いやー、サーヤのパン楽しみ。いやー、食べた食べた。やっぱりサーヤのメロンパンは最高だな。チョコクロネもめっちゃ美味しかった。はー、外で食べるご飯ってなんでこんなに美味しいんだろう。私までいただいてしまって、山吹さん、ありがとうございます。いいえいいえ、全然いいですよ。今日のためにたくさん焼いてきたんで。どうでした？お味の方は。はい、この大学芋の入ったパン、とても美味しかったです。それに、こうやって外で食事をとるのも新鮮ですね。喜んでもらえてよかったです。あれ、そういえばココロちゃん、まだ戻ってこないね。さっき、ひまわり畑を探しにこの辺りを探検してくるって言ってたっけ。そろそろ呼んでこよっか。さっきあっちの方に走ってくの見たから、私行ってくるよ。あ、モカ、ありがとう。じゃあよろしくね。はーい。ココロちゃん、そろそろ行くよって、あれ？おう、そんな高い木の上で何してるの？モカじゃない！ここからひまわり畑を探してたの！今そっちに行くわね！おう、ココロちゃん、すごい運動神経だね。それで、ひまわり畑見つかった？いいえ、それが何も見つからなかったわ。何か次の手がかりが見つかれば、この先どっちに進めばいいかわかるんだけど。そうだね。ん？モカ、何を考えているの？ん？いや、この辺りに写真集の風景が揃っているから、ひまわり畑も近いはずだったら、自分がその写真家ならこの後どこに行くのかなって。すごいわ、モカ。私そんな風に考えたこともなかったわ。そんな方法どうやって思いついたの？私の好きな漫画でね、
主人公の探偵が推理するときにやってたんだけど、行き詰まったときは犯人の気持ちになって考えてみればいいって。例えば炭焼き小屋とか池の写真を撮った後、写真家の人が次にすることは、あの木の上になってる赤い実。赤い実がどうかしたの？美味しそうだなって。確かに美味しそうね。食べてみようかしら。ふん、この木の皮の模様。皮の模様？なんだか猫が丸まって寝てるように見えるね。ほんとね、かわいいわ。なんかいい感じだから写真撮っとこう。いや、いいのが撮れた。それじゃあ、あの大きな岩に座って休憩するかな。私も座ってみるわ。それにしても、写真家さんってなんだかモカみたいな人ね。とってものんびり屋さんだわ。あ、言われてみれば、これいつもの私だ。いや、そもそも写真家の気持ちなんてよくわかんないや。モカちゃん普段あんまり写真とか撮らないし。それにしてものどかな場所ですな。静かで風も爽やかで、ここに座ってパンと一緒にずっとのんびりしていたくなるね。やっぱりモカはのんびり屋さんね。まあね。それにとーっても優しいわ。え？なんで？だってサーヤのためにひまわり畑探しを手伝ってるじゃない。前もリサのために中華街に遊びに行く計画を立てたり、サーヤの趣味を探すのを手伝ったりしてたわ。モカは誰かのために頑張るのが大好きなのね。いやいや、大げさだよ、ココロちゃん。日頃のパンのお礼ってやつだよ、お礼。そう、とっても素敵なお礼ね。ひまわり畑を見つけたら、サーヤもとびっきりの笑顔になると思うわ。あら？どうしたの？ねえモカ、ここから見えるあのグネグネした木って、なんだかひまわり畑の写真に写ってた木に似てないかしら。え、マジ？案外写真家の人、私と似た者同士だったりして。すごいわ。モカのペースに合わせると来る時に見えなかったものが見えるようになったわ。えへへ、これがモカちゃんスタイルの極意ってもんよ。じゃあみんなを誘って早速行ってみよう。ひまわり畑はもう目の前に。